行くぞ。ようこそ名もなき研磨が好きのすべてを振り絞り彼を磨いてくれたまえ。来世の共有、今度は何を企んだ。通りの虐殺を始めようか。胸中にてうごめくそれが一切なくなるまでね。ご苦労フーマ、今は傷を癒すといい。いや、癒さぬ方がより気迫に迫れるやもしれないな。やはり K は私が見込んだというのを石くれだな。気迫であることもまた時には悪くない。人はどうあがこうとも従前に満ちはしないのだから。戦場に漂う硝煙の雲、その中に我らはいる。次はぜひけれみもなき左席の場にて会いたいものだ。どうした？かかってこい。今ここで我らを雇いたいと？無理だな。次の戦場が我らを呼んでいる。申し訳ありません、棟梁。弾薬を無駄にしてしまった。野党に襲われていた村の民を救ったと聞いたが。はい、偵察任務の途中遭遇してやむを得ず、そして救出の報酬はこれに。これは守り札ではないのか。何の変哲もない、民の生活の一部だね。村の自社のものであると、このようなもののために災禍の弾薬を浪費したこと、申し訳なく思います。しかしなぜだろう。後悔はない、むしろ満足している。実に不可思議だ。民我らにとって民とはどのような存在だ。徳川軍が関ヶ原に陣取っているみたいです。夜な夜な奉公とのことです。応仁の乱の跡地にかの将軍がおわします。胸が高鳴り心が躍る、これが時代の産声、創世の息吹か。待っているぞ、まだ見ぬ友よ。